今回の動画ではテレビ、セットトップボックス、レコーダーの配線方法についてご紹介します。配線に使用するのは同軸ケーブル4本、分波器1本、HDMI ケーブル2本です。はじめにご自宅の壁端子に同軸ケーブルを接続します。続いて反対側をセットトップボックスのケーブル入力に差し込みます。次にセットトップボックスの分配出力に2本目の同軸ケーブルを接続します。反対側に分波器を取り付けます。分波器の BS、CS と記載のある線をレコーダーの BS 入力に。もう片方の地デジと記載のある線をレコーダーの地デジ入力に差し込みます。そして3本目の同軸ケーブルを使い、レコーダーの地デジ出力とテレビの地デジ入力をつなぎ、残りの1本でレコーダーの BS 出力とテレビの BS、CS 入力をつなぎます。最後に HDMI ケーブルを使い、セットトップボックスとテレビ、レコーダーとテレビをそれぞれ接続します。これでテレビとセットトップボックスとレコーダーの配線は完了です。接続が完了したら、それぞれの機器で映像が映るかどうか確認をしてください。心重なる CCN。